You're listening to Shibuya Cross FM. 3月16日のミスマガ放課後レディオ。イエーイ。はい、始まりました。どうもどうも。さあということで皆さんこんばんは。こんばんは。さあということで本日も始まりましたミスマガ放課後レディオ、私がパーソナリティのフッチことシャバダマフジです。よろしくお願いいたします。お願いします。本当皆さんね、本当ありがとうございます。来ていただいてね、WBC あるのに皆さん、ね、この後 WBC あるのに急いで帰ってね、結構終わったらギリギリ間に合うからね、よろしくお願いいたします。さあということでございまして、この番組はですね、毎月第1そして第3木曜日の18時よりここ渋谷クロス FM のサテライトスタジオから生放送でお送りしております。ミスマガの皆さんと楽しい放課後トークで盛り上がっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。そして本日のアシスタント MC はこちらの方。皆さんこんばんは、藤本沙羅です。よろしくお願いいたします。さあこのシンプルな自己紹介も今日で終わりかな。終わりかな。終わりかな。今日はちょっとね、いろいろありますから、今日はいろんな企画が、ね、なんかちょっと企業もそうな顔してますけど、どうしたんですか。良かったんですか。いやちょっと自己紹介、ね、なんかね、今日もちょっと楽屋でね、事前に打ち合わせする時からそんな顔してましたけどなんかおかしい感じがね、どうしたんだろう。そんなことないです。そんなことない。通常運転です。大丈夫です。びっくりした。通常運転なのこれが。通常運転です、まあ、でも確かに通常運転かもしれないですけどね。はい、ということで今日はよろしくお願いします。お願いします。さあそれでは自己紹介、まず今日はじゃあまずはアシャッからいこうかな。はい、はい、朝倉瑞希です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。アシャッ髪伸びたよね。伸びた。え、こんなに長かったっけ。そう、地毛だ。そう、伸びた。本当に早っ。地毛だ。ジゲだ。そう、ジゲだ。ジゲだ。そんな言い方する何、今日ジゲだ。うん、ジゲだ。めっちゃ面白いじゃん、その言い方。でも、かなって思うぐらい、うん、伸びた。そうよね、うん、びっくりした、なんか確かに、ね、伸びました。ヘアレンジも可愛いですよね。可愛、ね、いよね。ありがとうございます。いろいろだから髪型のね、バリエーションも増えるってことですね、うんうん、これから。はい、はい、めっちゃ笑うやん。そぼっちゃってる。そぼっちゃってる。今度から何か言ったら、なんとかだって言ってね。田舎の人みたいな感じで、なんとかだ。はい、よろしくお願いします。今日何朝食べたんですか。今日は、うん、あのママが来てて、ママと一緒にサラダ食べました。違う違う違う、サラダだでしょ。ちょっとサラダで、だが終わるからちょっとややこしかった。サラダだ。サラダだ。サラダだ。さあそして、はい、今日からちょっとあれがありますからね、皆さん覚えてますか。ちょっとこれ覚えてるかな。持ってるやつね。はい、これちょっと。さあさあ、ね、僕らもちょっとね、言うところがあるんで。これで見える。レクチャーしてもらおう。見えないか。見えるかな。じゃあ行きますよ。ちょっとね、皆さん言えるか。そう、これみんな、あ、こっちの方がいいのか。見てもらう。うん、一回ちょっと振り返る。練習するよ。はい、みんなって書いてあるところをみんなに言ってほしくて。オッケー。来たーっていうのと、そう、さきた言うなーっていうのを言ってほしい。そう、言ってほしいです。これこうやっとくね。そう、お願いします。いいですか。皆さん全力で、ね、全力でお願いします。いくよ。さあ行きますよ。それでは自己紹介お願いします。はい、第4コーナー曲がって最後の直線、きたきたきた、誰が来た。さきた言うなー、笑顔の花咲くゆなちことさきた言うなです。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。いいじゃん。めっちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいじゃん。めっちゃ恥ずかしいなこれ。大丈夫だよ。大丈夫だよ。地毛だより恥ずかしくないから。地毛だ。楽しい。ありがとうございます。あ、素晴らしい。ということで一応ね、ゆなちゃんもこれに決まったんですよ。うん、これでも結構ね、ゆなちゃんはね、事前にちょっと考えてきたやつと、あとは皆さんからもらったやつをちょっと掛け加えてみたいなね、合わせて作ったということでございますんで、いや素晴らしいですね。いいですね。でもちょっと嬉しいでしょ。自分嬉しいです。なんか盛り上がってくれるし、うん、そうなのよ、うん、ちょっとなんか温まるじゃないですか、うん、場も。いやいいよ、最高。だからこれでみんなのキャッチコピーができるじゃないですか、うん、そしたらね、もう自己紹介だけで結構な時間作るってことなんで、わかるじゃん、うん、ね、っていうことはちょっとね、今後作家さんがちょっとね、台本作るのもちょっと考えなきゃいけないなって。ちょっとね、短め、コーナー短めにしないといけないなとかいろいろありますから、オープニングトークちょっと短めでとか言われる可能性もあるから、いやいいですね、楽しかったです、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ皆さんどうですか最近ね、先ほどもちょっと言いましたが、うん、WBC とか今すげえ流行ってますけど、うん、興味ない。いや、大谷選手めっちゃかっこいい。
も本当に普段野球見ない人も大谷選手の今虜でしょ、みんな、うんうんうん、あえあれおい、ちょっとなんかあれだな、WBC の間もずっとポケモンしてる人いるないや、違うんですよワールドカップの時もそうだったもんな違うんです、違うんです、うん、もうあのスイッチは収納したんです、うん、お、偉いじゃん、どうしたの、あの引っ越しのために全部もう家具を、うん、そうか引っ越ししたのね、うん、はい、うん、偉いじゃん、今日もう引っ越しました、おお、え、で、じゃあやってないの最近、やってないです、うわ、偉いじゃん、やってないし、テレビも今つけてないしみたいなあ、だから結局両方見てないってことね、両方見てない、全ての知識が遮断されてるあ、そういうことなんだ、そうなんですよ、あ、そう、ゆなちゃんどうですか、見てる、私見てます、おお、あのツイートで私ちょっと笑っちゃったツイートがあって、うん、大谷選手のここがダメってやつで、一人しかいないっていうのがダメ、あー、あー、もうそれぐらいしかダメなところがない、そう、それぐらいしかダメなところがないみたいな、超人だってことでしょ、そう、それのツイートを見てちょっと一人で笑ってました、いやー、そうよ、だから今日はこのラジオがね、ちょうど50分に終わるじゃないですか、うんうん、7時から試合開始ですから、やばい、ギリギリ間に合うんですよやばいやばい、僕ちょっと自慢じゃないですけど、大谷の生のホームラン生で見ましたから、この前行きましたよ、すごい、行きました、で実はね、今日も本当はこの後行く予定だったんですよ、そうです、ありがとうございます、ありがとうございます、興味ないでしょ、興味ないでしょ、いや違う、そういうことじゃなくて、ただ単にちょっと前知り合いの方が息子さんがどうしても行きたいって言うんで譲ってあげたんですよ、そう、でもいやじゃないんですよ、絶対にみんなで共有した方がいいの、あんな感動は、確かに、もう2回も見るもんじゃない、なんかバチ当たる、あーなるほど、そうそうそうバチ当たっちゃう、ということで盛り上がっていきたいと思いますはい、はい、さあそれではですね、ヤンマガウェブ、ミスマガの遊び場でございます、制服グラビア卒業の季節ということでございまして、ゆらちが今アップ済みとなっております、うん、さあちょっとどんな感じか教えてください、今回初めて、うん、そのなんか撮影で、あの、まあ、廃校に行ったんです、おー出た、うんうん、最初なんかもう廃校って聞くイメージだけすごく怖くて、うんうん、でもなんかみんな3人で行ったんですけど、はい、すごいなんか、うん、高校ってか中学高校に戻れた気分になれました、うん、戻れたって言ってもちょっと前でしょそうだよそんなにさ俺らが言うんだったら分かるけどさちょっと前でしょえでもなんか感覚としてはもう10年ぐらい前の感覚でもちょっと懐かしかったんだ、そうなんです、学校というものにちょっと触れ合うっていうのがちょっと懐かしいというか、そう、2人と TikTok 撮ったり、うん、あ、いいね、高校ではできなかった、スマホ禁止だったんですよ、私の高校が、それ面白いよね、学校でできないことができる、 TikTok 撮ったり、うん、自撮りしたり、うん、2人でツーショット撮ったり、うん、もう楽しかったですちょっと学生時代に戻った感覚で撮ったと、戻った気分になりました、はい、いうことでございます、うん、そして次が誰が、明日か、あしゃくん、明日だ、はい、あしゃくがアップということで、どんな感じになるのかな、そう、ね、言える範囲で、あと、私は最初その自分の着る制服を見た時に、うん、はい、うわトンチキさんが着てたやつと似てると思って、しかも髪型もトンチキちゃんがしてた髪型と全く同じだったんですよそうなんだ、これはもうトンチキちゃんを参考にするしかないと思って、うん、その場でも私はトンチキサキナだというのを憑依させてやってきました、うん、私のテーマはオタク女子っていうのがテーマだったらしくて、そうか、あ、もうそれ決まってたんだ、テーマが違うんですよね、そうそう、一人ずつ、まあ、オタク女子もそのままじゃんね、そうだね、憑依させるなんかだって今もね、自ら自分の得意なフィールドに寄せてきたもんね、うん、自らもういきなりトンチキさんの話をしてあ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、いや、全然いいのよそれがアシャクのいいところですからじゃあちょっとね、オタク女子っていうのもどんな感じかっていうのも楽しみにね、皆さん待っていただければと思っております、さあ、それでは早速進めていきましょう、はい、サタンお願いします、はい、本日のミスラジでは番組の感想やコメントなどをツイッターにて募集したいと思います、はい、ハッシュタグミスラジをつけてツイートをお願いいたします、たくさんのツイートをお待ちしております、さあトークテーマ教えてください、はい、今回のトークテーマは、うん、キャッチフレーズに使えるワードです、はい、お願いします、お願いします、前回もね結構使わせていただきましたんでぜひぜひそういうツイートをねしていただければと思っております、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあそれでは早速最初のコーナーに行きましょう、放課後ドットカフェ、イエーイ、さあ説明サタお願いします、はい、放課後ドットカフェでは学校のことも仕事のことも忘れて気ままなトークをしていきたいと思います、はい、ミスマガメンバーのプライベートな一面などをさらけ出していきたいと思います、よろしくお願いいたします、なんかいいね読み方が、うん、成長しました成長しました、ち
と余裕が出ててこう指が、ね、そうだね、指付けになったりとかついちゃうんですよね、癖なんです。そんな癖つけてる。さあということでございまして、前回と同じ企画ですが、今回はメンバー新たにやっていきたいと思います。今回の企画はキャッチフレーズを決めよう。決めたい。さあということでございまして、はい、こちらはですね、もう先ほどオープニングでも言いました、皆さんのこの一応番組でのキャッチフレーズ、うん、キャッチコピーをつけていこうではないかということでございます、うん、まあ、キャッチコピーっていうのはね、アイドルさんがライブ歌う前とかによく言うじゃないですか、うん、なんとかのなんとか、なんとかこと、なんとかですみたいな。そうです ね, ね、でもああいうのってちょっとあった方がテンション上がるっていうのもありますので、 それをちょっとね考えていこうというコーナーなんですが、うん、まずはちょっとね簡単なゲームをしようと思っております、うん、こちらのカード、ダダン、こちらとこちら2つご用意させております。怖っ、ね、怖いでしょ、怖いよ。これが、なんとかのなんとかみたいになるんですよ、キャッチコピー、うんうんうん、これをですね一人ずつ弾いていただいて、まずは練習ですね、うん、それでは自己紹介お願いしますと言ったら、こう見せながらなんとかのなんとかっていう感じで自己紹介をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあサーちゃんが、あ、私か、決めてください、はい、順番誰かの順番を、うん、じゃあ、まあ、みんな弾いてって発表の順番を決めていただきたいと思いますね、うんうんうん、どうしますか順番。朝倉から行きましょう。 おマジで、はい、最後でいいと思う。朝倉最後でいい。最後でいい、あ、最後行きましょう。はいはいはい、なるほど。じゃあまずは紙の句ですね。失礼します。弾いてね渡してください、私に、うん、どんどん、はい、回してください。で、まだ見ないでね、はい、あ、自分だけ見て、自分だけ。怖すぎる。どうもありがとう、はいはいはい、どうもありがとう、失礼します。はいはいはい、よし、どうぞ。どんなキャッチコピーになるんでしょうか、楽しみでございます。はい、どうぞ。怖っ、怖っ、え、自分だけ見ていいんですか。はいはい、自分だけ見ていいよ。はい、怖すぎる、どうぞ。ありがとう。はい。おー、いいね、リアクション。これは、私の名前の自己紹介ではなく、うん、ここのい、いやいや、いいよ、自分で。私、あ、自分で大丈夫です、ここは。うん、大丈夫です。ココちゃんのは、後で作るコーナー作りますんで。はい、ここはもうゲームですんでね。あれ、なんか…なんか変な顔してるな。ちょっと質問してもいいですか。どうしました。これ、漢字を、はい、あの当て字で読むのって可能ですか。あ、いいよ、そういうのもいいよ。あ、よしよし、OK です。わかるわかる。おぉ、いいよ。はい、OK です。例えば天国だったらヘブンって読む。あ、そうです、そうです。みたいなことでしょ。あ、いいよ、全然いいよ、全然いいよ。全然いいですよ。そうします。さあ、それではじゃあ順番に行きたいと思います。それでは、アシャクから自己紹介お願いします。見せながらですよね。はい、最強の青春、アシャクこと朝倉瑞希です。 いいね、お願いします。いいじゃん、いいじゃん、引きがいいじゃないの、引きがいいね。青春よくない、うん、青春って言い方いいじゃん、うん、青春にしました。いいですね、青春じゃなくてね、青春、グラビアのやつやん、最強の青春ね。最強の青春、これちょっとマジでいいかもよ、うん、こういうのを結構みんなメモってたんで、ちょっと取っときます。そう、メモっといてくださいね、皆さんね。さあ、それではゆなちいきたいと思います。自己紹介お願いいたします。はい、はい、いきます、はい、全米が泣いたナルシストです。よろしくお願いします。お願いします。これさ、全米が泣いたナルシスト、何これ、めちゃくちゃナルシストなんだ。じゃあ全米が泣いたナルシストってもうなんか海渡ってんじゃん、ナルシストが。何しちゃったの私。どうしちゃったんだろう。めちゃくちゃ面白いじゃんそれ。全米が泣いたナルシスト面白いな。いいね、お願いします。引きいいですよ、逆にコーナーとしては最高ですよ。全米が泣いたナルシストね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、さあ、それではサータン行きたいと思います。サータン、自己紹介、キャッチコピーお願いいたします。業界騒然のマスコット、藤本沙羅です。よろしくお願いします。なんか穴がち間違いではな い, ない感じ。業界騒然のマスコットキャラね。そう、なんかね、嘘ではないな。ちょっと分かる分かる、別にありだよね。そうそう、ありありあり、全然あり、うん、だからなんとかのマスコットっていうキャッチコピーありかもしれないね、うん、なんかマスコットっていうの全然ありだって、うん、マスコットあり、そういいんじゃない。だから上の文字が変われば別にマスコットでもありだから、業界騒然いいっすね。いいと思うよ。うん、さあ、それでは行きたいと思います。どんどん行きましょう。はい、じゃあまた回していきます。はい、もう一回行きましょう。はいはいはい、はい、あ、じゃあこっちから、はい、こっちはね、はい、あー、やだ、怖いね。私今日の引きやばいかもしれない。みんなのリアクションを見てサーターン順番決めてください。次はいいね、出てるじゃん、これを引けってことね。はい、どうぞ。なるほどなるほど、いいよ、うんうんうん、お願いします。さあ、じゃあ皆さん自分のご覧ください。お願いします。めっちゃ笑ってんじゃん。あれ、みんなそんな感じ、みんなそんな感じになってるよ。やったー。もうさ、これ私の今日のくじを
どうなってんのさ。逆にいいんじゃない？だからいいことじゃん。さあじゃあただ順番決めてください。じゃあ次は私からいきましょう。はい、ね、はい、逆で逆で決めてください。後ね、オッケーです。さあそれではさていきましょう、はい、キャッチコピー自己紹介お願いします。スーパー天才藤本さらです。よろしくお願いします。いいじゃんいいじゃん、間違ってないよ、間違ってない間違ってない。もうスーパー天才の言い方がバカだもんね。絶対言わないもん、スーパー天才です。逆に面白いもん、スーパー天才。どうもめっちゃおもろいな、いい、ね、スーパー天才って面白いね。逆にいいと思う、いいですね、これ。逆ついてて気に入った。もう小学生の自慢の仕方やな、スーパー天才。語彙がないのも全然。いや面白い面白い、いいですね。さあそれではいなちいきましょう。キャッチコピー自己紹介お願いいたします。いきます。はい、誰が何と言おうと問題児です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはでもちょっといいんじゃない、誰が何と言おうと問題児。誰が何と言おうと、うん、誰が何と言おうとじわじわ来るんですけど。いいの引くない今日。前例がないとナルシストに続いて誰が何と言おうと問題児。なんかもう私のことからこれ気なしに来る。めっちゃ面白い、それ同じ人って分かるもんね、その2つ。リンクしてるちゃんと。めっちゃおもろいな。いいね、いいの引くな。調子いいよ、調子いいよ。ゲームとしてだったらくじ運一番いいよ。そうだね、調子いい。最強、最強ですよ、うん、最強ですね、最強。さあ、ありがとうございます。いきましょう、アシャ君のキャッチコピー自己紹介お願いします。はい、逆にエンジェル大桜瑞希です。お願いします。逆にって何、逆にって何、逆にって何、逆にって何。面白い、逆にエンジェル元は何、悪魔とは何。ストレートエンジェルでいいじゃんね、うん、なんで逆にエンジェルなの。なんか悪魔を匂わせてしまう、ね、逆に悪魔とかって分かるよ。そう、悪魔が言うセリフってことか、うん、逆にエンジェルなんですみたいな。悪魔が超悪人じゃん絶対。めっちゃ物じゃん、逆にね、うん、逆にね、うん、悪魔界の中ではエンジェルだから、うん、逆にエンジェルっていう。あ、面白い、逆にね、はいはいはい。みんないいね、引きがいいですよ。いい、めちゃいいね、はい、じゃあもう一回ぐらいいきますか。ちょっと面白いね。面白いですね、はい、どんどん行きましょう。いや楽しい楽しい、今日みんな引きがいいね、面白いね。いいですよ。さあさあ次くらいはちょっとね、その間もね、皆さんぜひキャッチコピーのね3人、ココちゃんも含めた3人のキャッチコピーを募集しておりますんで、よろしくお願いいたします。ココちゃんも含めたね、はい、よし。さあじゃあ次の順番は、次はじゃあ、うん、ゆなっちからいきましょう。ゆなっちあ、じゃあ、私でいいか。自ら自分で最後ってこと。よっぽどなんですね、答えが。いや、いいですね、自信満々で。いや、それでいきましょう。じゃあ、皆さん見ました？はい、見ました。見ました？見ました。はい、お、なんか、今回良さそうだな。さあ、それではゆなち、キャッチコピー自己紹介、お願いします。はい。いきます。はい。魅惑のおバカさんです。お願いします。あ、ちょっと似合う。オチがついたね。え、なんかそう、ちょっと自分で納得しちゃったのがちょっと逆に。そうだね、うん。だから今までは全米が泣いたナルシスト、うん、誰が何と言おうと問題児、最終的に魅惑のおバカさん。なんか褒められてるのかなっていう。でも魅惑だからね、うん。みんなを魅了するおバカさんってことよ。魅惑のおバカさん。そうよ。魅惑のおバカさんとスーパー天才がいますから。魅惑のスーパー天才の方が嫌だな。スーパー天才ちょっとなんかここに来て面白くなってきたな。魅惑のおバカさん面白くなってきたな。さあということで、じゃあ続いてアシャクですね。はい、さあそれではいきたいと思います。アシャクの、キャッチコピー自己紹介お願いいたします。はい、天然のパリピ朝倉瑞希です。噛み合ってる、合ってる、合ってない。天然のパリピよ、いやって感じ、いやいや。そう、天然だから溢れちゃうのよ、我慢しても乗ってるかい。はい、パリピの教科書の薄さ。情報の薄さ、乗ってるかい。そんなイメージないけどな、乗ってるかい。乗ってるかい。ちょっと古いけどな。そんなこと言わないのね、パリピとかいう感じだったら分かるけど。あげん。いや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 、そっちの方がいいよ。いやいや、いいですね。パリピって決してギャルって意味じゃないんですけどね。いいですよ。さあそれではラスト、自ら最後に指名しました、はい、サーター、はい、それでは、自己紹介キャッチコピーお願いいたします。はい、いい意味で一般人仕事サラでーす。いい意味ね、いい意味で、いい意味でね、面白いな、いい意味でね、うん、そうそうそう、これそこ大事だから。いいの引いたね、逆に。いいの引きました。え、だって一般人じゃないとこれ成立しないじゃん。確かに、うんうん、いい意味で、これいいな。いい意味でだもんね、うん、そうそう、いい意味で、うん、いい意味で、いい意味で。じゃあ何これでもいいな。
いい意味で一般人よ。いい意味で。だ一般人ではないって意味では。そうそうそう。ああ。そうよ。言葉の意味を分かってなかった。国語無理。じゃあ皆さんここから一番ベストのやつを作ってほしいので、今引いたやつで、うん、上下一枚だけ決めていただいて、で赤一枚くださいとかそれで交換してやりましょう。なるほど。うん、なるほど。気に入った言葉だけ1枚残しにしていただいて、気に入った言葉だけ、言葉だけ、それか先に引いていいよ、先にどっちか引いて、うわ、それからどっちかって決めてください、赤か白か、それで組み合わせで決めましょう。どうしようかな、どうしよう、どうしよう、どうしましょう、どっちにする、全米泣かせちゃおうかないいよいいよ、全米を泣かせてしまおう、じゃあ赤にする、白を残します、白残し、じゃあ赤、はい、赤、ありがとうございます、悩ましい、うん、もうマジか、よし、マジか、これくじ引きですもんね、そう、もちろん、君に決めた、いよいよ、まあ、とりあえずだからあれでいいよ、1枚に決めなくても赤か白かだけ決めて、じゃあ赤、赤を引きます、あ、じゃあ皆さん赤、あ、どうぞどうぞ、やっぱりみんな赤なんですかね、そうだね、ちょっと待って、どうしよう、あ、ちょっとじゃあ私赤残す、赤、赤残し、残します、お、いいね、あ、よし、じゃあ白、はい、白ですね、はい、オッケー、はぁ、緊張しちゃった、あ、さあ、よし、さあ、これでじゃあ皆さん、あの多数決で誰のキャッチコピーが一番良かったかで勝者を決めましょう、難しいんだけど、誰が超ぴったりだったかとかそういうのもありますから、ぴったり、うん、そういうことですよさあできましたか、できました、うん、これ引いたやつを絶対使わなきゃいけないですか今、もちろんですあそうなんですね、いやでもあれでいいよ、別に自分の残ってるやつどれ使ってもいいよ、だから、お、今引いたやつは使わなきゃいけない、あ、でも頑張りました、そうだな、できました、それだ、うん、そうだな、いい、はい、こっちにしようかな、お、なるほどなるほど、お、なるほど、お、あんだけ言ってたのに変えましたよそうですね、ちょっと、さあ、じゃあこれは挙手制でいきましょう、誰からいきますか、じゃあまず、時間ないんですか、いいですよそれでは、ゆなちお願いします、いきます、キャッチコピー、ちょっと自己紹介、はい、お願いします、誰が何と言おうと救世主、さきたゆなです、よろしくお願いします、なんか最初から良くなったな、良くなっちゃった、良くなっちゃった、誰かを助けてます、え、誰が何と言おうと救世主、助けてますよ助かってる、助かってる確かに助かってる、あがめられてる、誰が何と言おうと救世主みたいです、さっきまで全米が泣いたナルシストだったのに最終的に誰が何と言おうと救世主になってるよ、自己完結しないで済みました、でも誰が何と言おうと救世主っていう考え方はある意味すごいナルシストだけどね、確かに確かに戻ってきちゃうよ、ナルシストに完結しちゃう、イコールこれ、イコールこれってことそれイコールイコールナルシストになるかもしれない、結果的にナルシストでした、ね、さあそれでは続いて、はい、お、早かったアシャク、さあアシャク早かった、残念、残念、残念、さあアシャクお願いします、自己紹介お願いします、はい、最強のお調子者、朝倉瑞希です、合ってるな、いいね、合ってるな、合ってる、合ってるな、お調子者引いちゃって、だってさ、こんだけカードがあってさ、パリピの次お調子者引くかね、確かにすごいよ、そういうことですよね、運命かな、運命、運命、そう、サガだ、サガ、これはちょっともう、それ使った方がいいかもね、お調子者系はいいっすね、そういう運命ですね、お調子者か、それかちょっとおてんばとかでもいいよね、ああ、そっちの方が合ってるかもしれない、おてんばは結構あるじゃん、うんうん、実際にね、窓にぶつけちゃいます、いろんなことやらかしてるし、おてんばこれはおてんば、確かにこのラジオならではのキャッチコピーではあるし、それはいいかもしれませんね、よし、さあ、サダン、いきましょう、はい、自己紹介お願いします恋する天才なんか腹立つなぁなんでなんか恋する天才、なんか天才科学者のなんか漫画みたいなね、昔の確かにね、実はエジソンも恋してましたみたいな、なんかそんなやつでしょ恋する天才、何か恋なのかなみたいな、月9でありそうだよ、違うよ、ダメだよ、恋する天才じゃなくてスーパー天才だよ、やっぱりやっぱスーパー天才、スーパー天才がいいよ、やっぱ恋するよりか天才、いや面白かったですね、さあということで、どんどん皆さんからもね募集しております、それではここで1曲入れたいと思いますので、後半はね皆さんのコメントを拾いながら実際にキャッチコピーを作っていきたいと思います、はいはい、それでは曲フリーお願いします、それではここで1曲聴いてください、はい、セカンドレートさんで各駅停車です、どうぞどうぞ、Thank you.
何年ぶりに見ただろう、相変わらず何もない場所で、ずっと前のことなのにたまに思い出すんだ、この街に住んでた君のこと、乗り換え待ちで分け合ったアイスも、叶えかけた幸せも、もうここにはないと知った。早い電車に越さね、君はまだ正しい道を進んでる、ずっと前のことなのにたまに思い出すんだ、遠くを見つめる横顔を、雨降る街で分け合った傘も、お聞きいただいたのはセカンドレートさんで各駅停車でした。さあ、それではここからは先ほど考えたものを踏まえまして、ちょっと皆さんのまずはもうね、アシャクとサータンのやつを考えていこうかなって思っております。で、ね、皆さんコメントでたくさんね、いただいたんですよ。ありがとうございます。でね、ちょっといろいろ書かせていただいたんですが、ココちゃんのね、結構いただいてます。これいいよ、埼玉生まれ世界のユニークガール。これうまい、心も体もまだまだ伸びる。いいよね、上手よね。くびれの魔術師とか、ね、いいくびれの。サータンは白鳥のように舞い、油断するとゲラに絶対ゲラってると思った。キャッチコピーじゃないよね。説明だよね、どんな子って言われた時の説明。めっちゃ面白い、めっちゃ面白い。で、アシャクはサブカルが青春とか、これちょっといいよね。いい、サブカルって言葉いいかもね。いいね、入れてこ、サブカル界のとかだったね。いい、なんかそういうのいいかもしれません。ちょっといろいろやっぱゲラ入ってきたね。入ってき、絶対入ると思いました。さあ、ちょっと皆さんなんかどうですか、なんかいろいろありましたか、いいやつとか。ちょっと前、はい、あとこれもいいんだよね、なんかココちゃんのやつで、ここがてっぺん。うん、それ私、ね、前回言ってたよね。前回いただいたやつ。ここがてっぺんとここがてっぺんとかかってるって。めっちゃいい。これいいよね。これいいよね。だから今日はあのココちゃんの代わりに、ゆなちがちょっとココちゃんのキャッチコピー、はい、これココちゃんいいんじゃないかなっていうのをちょっといろいろ考えていただければ、はい、今のも踏まえて考えていただければと思っております。よろしくお願いします。で、前回のコメントでね、リシアンさんから来ました、ありがとうございます。藤本沙羅が自分のキャッチフレーズで自らゲラる未来しか見えないということで、当たっております。正解です。もう当たっております。私たちも分かっております。はい、もう当たっております。すごい。さあ、ということで皆さん考えていきましょうか。なんかちょっといい、これいいなっていうのありました？なんかあのワードだけでもこれはちょっと使えるなみたいな、先ほどの中でも。私は、
さっき弾いたやつで、うん、マスコットがいいよねって話してました。マスコットちょっといいと思う、うん、マスコットいい、うん、マスコットいいね、確かに。なんとかのマスコットですよ、だから、うんうん、弾いてないけど、うん、元気っ子とかがあったから、うん、元気っ子ね、うん、ここら辺、うん、それっぽいのを入れようかなって。さっき言ってたのなんだっけ、元気っ子じゃん。お調子者、あ、違う、じゃあ、おてんば、おてんば、おて、そういう系の、おてんばいいよね、うん、なんとかのおてんば、うん、なんとかのおてんば、長崎が産んだおてんば、うん、はははははあり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 いいかもね。コッコがなんか、うん、秘密兵器とかいいなと思って。こっちあ、なるほど、なんとかの秘密兵器、なんとかの秘密兵器、うんうん、いいかもね、うん、ただちょっとあれだね、いい、あれだね、意外とさ人のを考えるの楽しいけど、いざ多分自分で言うって考えたらちょっと恥ずかしいよね。恥ずかしいね、それも考えなきゃいけないね、ちょっとね、うん、恥じらいはしてなければならないのだ、うん、そうだ恥じらいはしてなければゲラこれだから今ガチで本当に本気でやってもらうからね、決まったら。そう、うん、ちょっとガチで考えよう、はい、ガチで考えよう、ガチで考えて、してなければならないからね、うん、うん、サブカルマジカル。コッコのどうしようかな。ミニカレー鍋さんからありがとうございます。ガリレオを超えて恋する女子、だからそのさっきの恋する天才みたいなのが、うん、そういう言い方ね。なんか恋がメインになってない。あとなんかいろいろつなげて恋するスーパー天才マスコット。つなげすぎるんですよ。いろいろ入ってきた。ありあり。もうこれ面白いね。もう全部つなげてくる。さあそれではいきまーす。自己紹介。恋するスーパー天才マスコット藤本さんです。ちょっと待って。ありかもしれない。ちょっといいな。ちょっといいなんかいいなって思っちゃいました今。ちょっといいな。マジか。いいな。めっちゃいい気がする。恋するスーパー天才マスコット。とても良いじゃん。スーパー天才ってやっぱ言うことによってちょっとなんか自分のこと逆に下げてる感じが面白い。確かに自分で言っちゃってるっていうツッコミ待ちみたいなところが。あ、いいです、いいです。あ、でもあれか、恋するはもしかしたら誰か使ってたっけ。あ、リナピョンが使ってます。リナピョンが恋する使ってた。あ、うん、使ってるんですか。あ、そうだ、恋するあった。あれ、ピョンのやつでしょ。そう、うみんなのだったっけ。あ、みんなの恋人だ。みんなの恋人だ。じゃあ恋するは大丈夫か。じゃあ恋するでいきましょう。そうだね、なんて決まらないよ。そうだね、決まらないよ。いいですね、いいですね、どんどん出てますよ。恋する、どうしようかな。スーパー天才マスコット、あー、これも上手だね。ここから、うん、ここから始まるシンデレラストーリー。うおー、かっけえ、いいね、かっけえ。ココ使い勝手いいですね。いいですね。せっかくだったら使おうよ。そうですね、絶対ココ使いたい。ここさっきのここがてっぺんとか、うん、ここから始まる、うん、ここから始まるとかいいな。いいな、ここからなんかいいね。 ここがてっぺん、うんうん、なんかでもそれこそさ、なんかね、あの紙面とか出た時にここに出てそうだもん、ね、ここから始まる、ここからみたいな、ここがてっぺんみたいな、ね、いいな、めっちゃ出てそうだな、ね、うん、やっぱここにね、グラビアでパンって決まった時にここにね、やっぱ、うん、スーパー天才、恋するスーパー天才。ちょっとそれはさっき、ね、やっぱ出ないもんね、やっぱちょっとね、 嫌です。やっぱりそれは、でもまあこういうところで言うのは面白いですね。面白いですね、うん、いいですね、迷うな、迷うね。結局みんないいのになったんですよ、うん、おすずも良かったしね、おすずめっちゃいい、おすず可愛かったな、うん、なんかな、ゲラ使いたいな、じゃあゲラ使いたいの。使いたいですよ、もうゲラ、もう逆に使っちゃいます。ゲラなんとかみたいなね。スーパーゲラ、スーパーゲラはもうさ、もうそれスーパーゲラはもう何でもないよ。ただのゲラだよ、それはスーパーゲラ。スーパーゲラ、それではいきますよ、スーパーゲラ。ちょっと違う、いや面白いけど、面白いけど、あなたしかいないけど、それは逆に言えば、うん、違うな、ゲラいいかもよ、ゲラ使いたいです。え、でもスワン入れてほしいな、私的に。何何スワン、スワン白鳥。あー、あー、バレエのね。そう、なるほど、それもあれしてるわけ、ね、美しさをやっぱり、あ、でも面白いさに走る。癒しのスワンとか前使ってた。そう、ね、それ実際に書いてあったんですよ、うん、紙面に。なるほど、癒しのスワン、癒しのスワン、癒しのスワン。いや、ちょっとゲラも入れたいな。ゲラも入れたいな。いや、無理やりつなげよう。無理やり。どうしよう、掛け合いみたいなのもありですもんね。もちろんもちろん、だから言ってもらうとか、そのみんなの周りの人に言ってもらうみたいなのもあり。リナピョンはみんなでせーのピョンピョンってやつだったね。
ちゃう、うん、私は言ってもらう、それもありです、来た誰が来たみたいな、うん、そう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 、いやいいですね、面白いねスーパーハイパーリミテッド天才長い話だねあーこれめっちゃいいじゃん、さすが山野さん、水面下でゲラル白鳥水面下いいね、表ではちゃんとしてるんだけど潜った時にでまた上がったらね、いいね、面白いね、この表と裏があるさすがですわ、いいいい、めっちゃいいわ、センスいいわ、これちょっとだからヒントにいいかもよ、頭キレキレですね、いいわ、いいね、おもろいな水面下だ、ゲラル白鳥いいですね、なんか波線が見えるもん、ね、藤本さら、波線、水面下でゲラル白鳥副題みたいな副題だからね、キャッチコピーでも何でもないけど一人だけ副題なんだよ一人だけなんか自己紹介の時にいいじゃん藤本沙羅、水面下でゲラル白鳥、よろしくお願いします本の題名みたいな一人だけ、いや面白いなこの企画毎回面白いんだよな分かけてくる、本当に面白いさあさあさあここが、うん、そう難しい、うん、ここがてっぺん、ミスマガの秘密兵器、うん、難しい、なんかしっくりこない、うんうんうん、うーん、さあ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 、お結構おしゃくごでもか、スラスラと割れておられます、いやどうしよう、ちょっと待って、うん、むずい、いいですね、でももうその白鳥にするかマスコットにするかどっちかだね、その選ぶんだったらね、白鳥の方がいいいいじゃん、それなんかバレエって感じです、そうだね、考えるんだ、バレエのなんか専門用語ないの、アンドゥトロワ、バレーボールですか、あ、そっちじゃないわ、アンドゥトロワ、アンドゥトロワとかなんかみんなで言えそうじゃない、アン…難しい、でもアンドゥトロワ入れると、アンドゥトロワ、なんかさ、よくアイロンない、なんかアイドルさんってさ、なんか全員がさ、一発って言ったらなんか、なんとかは、なんとかみたいな、二発みたいな、なんかないそういうの、あります、あるよね、なんかそんなのない、三箇条みたいな、三箇条みたいなの言って、藤本さら三箇条、あ、なんかあるよねそういうのも面白いんじゃない、そうだ、いいですね、うん、アンドゥトロワで、うん、うん、うん、アン三箇条、アンドゥトロワ、あ、じゃあみんなにアンって言ってもらって、みんなに、うん、ドゥー誰か何かを言う三箇条、そう、アンドゥトラ三箇条、うんうん、それもありよ、最初藤本さん、そしたら全部入るかもしれない、確かに全部入りますね、うん、詰め詰めにできる、なんとかなこととか三箇条で、うん、藤本さら三箇条いくよ、はい、みたいないい、私のことをすぐに笑わさないこととかうん、うん、ねえ、ゲラも入るじゃん、そしたらいいっすね、いいじゃん、うん、楽しそう、あ、朝倉だ、オフの日は推し活だっていうのさっきのだを使ってそういうことそういうことかすごいね、今日のもうミスまで取り入れるという、うん、朝倉だ、だから言い方をしました、朝倉だオフの日は推し活だ下から上がっていかないいいな、あ、なるほどね、最強だな、別にそっちの人じゃないのにね本当に方言そっちの人じゃないのにね、東北になっちゃいますよね、うん、なっちゃうね、違うもんね、うん、さあじゃあそろそろちょっとなんか絞るあ、いいいい、藤本さら参加場行きます、いいよ、行きます、いいね、あんどうしよう、うん、うん、いいよいいよ、できてきたよ、いいじゃんいいじゃん、笑わせないこと、いい、私を笑わすな、うん、命令系で命令系私を笑わすな命令系で言っちゃうな怖い怖いちょっと怖い、うん、なんだろうな、なゲラ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 っていうのちょっとあれだもんね、なんか言い方変えたいよ、ゲラのこと、うん、待って難しいな、なんだろう、うん、あーなんか浅めのツボにご注意とかそこら辺、ねね、浅めのツボにご注意あー分かる分かる分かる、言いたいことあー、うん、浅めのツボに
チョコチョコリえ韓国の急に入ってきたえ何それ何それ急にびっくりした浅めのツボにご注意いいねいいねなんとかなんとかな、うん、トロワ、それいいと思ういいトロワは なんとか私に私を好きになってごめんごめんめっちゃ早かった今のごめん忘れて忘れて今のいいですよさあ皆さんもう番組あと10分ですからねやばいやばいやばい、いいですよいいですよゆっくり考えてくださいもう今日はずっとこれ考えますからはいさあちょっとねあの今日は皆さんにギリギリまで考えてほしいということでね、うん、最後の3曲目はカットさせていただきたいと思っておりますそしてもう先に僕が告知をさせてるから考えてないヤンマガウェブミスマガの遊び場制服グラビア、卒業の季節明日17日の更新はアシャクでございますお願いします、またですねミスマガ公式の SNS TikTok インスタグラムのチェックもよろしくお願いします、撮影中のオフショット満載の内容となっております日々更新中ですのでぜひフォローしてくださいそして、ミスラジ前回までのねアーカイブが前回のその皆さんで決めた模様もですね今もう、ちょうど YouTube に上がっておりますのでぜひぜひ、チェックしていただければと思っておりますのでよろしくお願いいたしますそして次回のミスマガ放課後レディオでございますが、2023年4月6日ですねもう4月だってあ4月だ次回もう4月だって早いよ早入学の季節ですねはい本当ですよ、あ次回もゆなち、はい、3回連続ですねそうですねよろしくお願いしますゆなちアシャクそしてリナピョンの3人でお送りさせていただきたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、はい、さあもう全部言うこと言ったんでもうギリギリまで考えましょうもうゆっくり考えましょうよさあじゃあねコメントもちょっと僕来てるかないろいろ見ていきたいと思いますお願いしますお願いしますああこれ面白いうまい一見スワン中身はゲラ一見スワンってなんか一見スワン見た目はスワン、なんかそんな感じだね、うんうん、中身はゲラでも中身はゲラあなんかいいね、うんうんもうみんなゲラ、うん、ゲラしか言わないですいいねいいですねなんか褒められてるのか、うん、分かんなくなる私は嬉しいですクールゲラクールゲラクールゲラゲラ対照的ゲラいいねクールゲラ、うん、ゲラしかないハンドゥートラめっちゃゲラってるじゃんもう笑わすなよ絶対に笑わすなよあいいこれあいいねいいね面白いわ使おう、うん、いいねあ、これ上手立てばタンポポ踊ればスワン壺に入るとゲラ笑いなんかこれなんかちょっと語呂がいいですねこれあれじゃん笑点の紹介の仕方そう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 座布団じゃんこれ一枚すいません立てばタンポポ踊ればスワン壺に入るとゲラ笑い藤本さらでございますいいなちょっと古くていいなあ、いいないいないいですよいいですよいいですね、うんいいですね皆さん、うん、さあさあさあありますでしょうかココちゃんのやつもねはいちょっと決めたいなココのやつ私発表しちゃ大丈夫なんですかあできたちょっといよいよなんか良さげだなと思って、うん、ちょっとお願いしますちょっと声かけみたいなのはないんですけど、うん、はいみんなの視線はここに集中ミスマガの秘密兵器ことココですいいじゃんいいじゃんここに集中ねそうここに集中みんなの目線はここに集中、うん、ミスマガの秘密兵器いいじゃんそうなんかファッション系の見た目をしてるからこそ秘密兵器っぽいかなじゃあちょっとごめんなさい今日ココちゃんいないんでいないココちゃんになったテンションで なります、はい、ちょっといいですか下ろしてきますさあそれでは行きたいと思いますそれではココちゃんはい自己紹介お願いしますはいみんなの視線はここに集中ミスマガの秘密兵器ことココですよろしくお願いしますおーいいいよしそれはもうちょっととりあえず決定でいいんじゃない、うん、いいんじゃないもう伝授しようねでお願いしますよでまた本人がちょっと、ね、リメイクしてもいいしねそうちょっとカスタムしてもいいし受け付けなかったらどうしよう、はいね、カスタムしすぎても全然原型がないみたいなになっても面白いですけどとりあえずそこでこれでちょっとじゃあ伝えておきますいやー楽しみですね、はい、だから4月の後半に多分ココちゃん出てくるのかな確かにその時にちょっとやってもらうと、うん、はいということでございます、はい、これでもユナチが下手したらその時いないからそうですね我々がちょっと伝えなきゃいけないかもしれないので、うん、まあそれはちょっとやり取りでうまいこと伝えといていただければ LINE で伝えておきますはい思いますよろしくお願いします決まりました私終わりましたじゃあちょっとアシャクからいきましょうか、うん、はい、はい、掛け声とかなんもないんですけど、はい、
長崎が生んだ最強天馬サブカラガール、アシャクこと朝倉みずきです。よろしくお願いします。あ、いいかもよ。いい、最強天馬サブカラガールね、うん、はい、サブカラガールっていうのサブカラガールサブカラガールお天馬ガールにしたかったんですけど、サブカルお天馬ガールよりお天馬サブカルガールの方が言いやすかった。確かにこれでもいいかもな、うん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 、リズムも良いし、最強お天馬サブカルガール、うん、アシャクこと朝倉みずきです。いいじゃん、お願いします。じゃあちょっとやってもらいましょうか、本気で。はい、はい、さあそれではアシャク自己紹介お願いいたします。はい、長崎が生んだ最強お天馬サブカルガール、朝倉みずきです。おー、かわいい。いる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 、うん、めっちゃいい。いる、サブカルガールが言いづらいよね。うん、ちょっとかじった。いいね、いいですね。これ皆さんあれですからね、あのこの自己紹介だけは絶対に慣れずに言ってくださいよ。はい、ね、毎回もう僕あのよくアイドルさんって、うん、なんか慣れすぎて何言ってる人分かんない、分かんない人いるんですよ。そうですね、うん、なんとか、なんとかガール、なんとかでーす、よろしくみたいな。それははっきりね、はい、はっきり。さあ、なんとサワタができましたよ。かけた、うん、私たちなんて言えばいい。じゃあまずはちょっと教えてもらいましょうか。はい、掛、け声があって、うん、さっき言った通り、うん、アン、ドゥ、トロワって、うん、みんなに言ってもらいたい。我々が言うんですよね、はい、でまずはどういうの。まずはまず、藤本沙羅三ヶ条行きますって言ったら、はい、皆さんが、はい、アンって言って、私がダラダラダラで言って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 言ったら、うん、浅めのツボにご注意。おで、笑うなよ、絶対に笑うなよ。おトロワ、中身おっさんとか言わないの。あー、で、最後に、うん、みんなの癒しのスワン、藤本沙羅です。めっちゃいいじゃん。かわいいわ。めっちゃ良くない。え、ちょっと私、サン、トロワの方にやられました。おじさんとか言わないのって、もう言わないです、言わないですってなっちゃう。アン、アン、ドゥ、トロワ、トロワ、じゃあ行きたいと思います。それではいきます。サラタン自己紹介お願いします、うん、はい、藤本沙羅三ヶ条行きます。あーん、浅めの壺にご注意。ドゥー、笑うなよ、絶対に笑うなよ。トロワ、中身おっさんとか言わないの。みんなの癒しのスワン、藤本沙羅です。わー、完璧じゃん。完璧、めちゃくちゃ完璧じゃない。めっちゃ完璧。これ結構凝ったね。いや、考えたね、うん、頑張りました。素晴らしいよ。素晴らしい、ね、いいのできた。来週くん、毎回これできたの。ちょっと長いが、長いでもちょっと見して、これすごい、ね、皆さんちょっとよく考えてください、うん、でも根本がね、これね、うん、自己紹介お願いしますって言ってんのに、はい、それでは行きます、藤本さんが参加者、もう藤本さんが言っちゃったから、ね、あ、言ってた。確かに言っちゃった、まあ、根本言うとね。いや、でも面白いですよ。確かに、よし、よかった、決まった。いや、面白かった、うん、面白い、これ素晴らしい、すごい、すごい、素晴らしい、これはよかった。いいっすね、いいですね、うん、じゃあちょっとね、あのココちゃんのやつもこれに綺麗に書き直そうか、うん、ね、ここ、はい、で、最後にまた写真をね、みんなで撮って、うん、ありがとうございます。 Twitter などにアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、さあ、もうなんかいいね、あともう1分ちょいですけども、うん、もう全部告知が終わってるって楽でいいね。告知ある？ あ、そう、皆さんの告知いいですか、大丈夫、私、お願いします。はい、はい、今横川レンタリースのことかさんの、うん、ウェブ CM に出演させていただいてます。すごいじゃん。で、私応援団として出演してます。わお、いいですね。ぜひご覧ください。ご覧ください、皆さん。よろしくお願いいたします。さあ、他には皆さんいますか。はい、お願いします。3月20日に、ガオラスポーツのアイドル鬼ごっこに出演します。山岡みやびさんと鬼ごっこをするので、皆さんぜひ見てください。あれ、8割知ってる人でびっくりしたよね。出てる人がね、みんな出てるんだと、うんうん、ラムちゃんとか出てるやつでしょ。はい、そうです、ね、必死で逃げてください。頑張ります。怖いね、でも鬼ごっこって実際追っかけられるのってちょっと嫌だもんね。いや、もういい、恐怖ですよね、あれ。でもマジで、マジであれよ、ストレッチちゃんとしようとよ、いよ。そうだね、足ぐぎってなったら最悪だからね、うんうん、足気をつけてね。そうですよ、気をつけます。はい、ゆなちゃんありますか、告知。ないです。久しぶり、ね、久しぶりだ。この前だってある告知、今度するよっていう告知をしたじゃん。今度します。それもまだ、もうちょい、はい、まだです、まだね、うん、あ、じゃあそれもまだちょっとお楽しみということ。お楽しみです。お楽しみにしていただきたいと思います。さあ、ということで今日ね、皆さんの
出ましたからキャッチコピーが、はい、次回からは全員揃った段階でご挨拶の方もさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで皆さん今日はねありがとうございました。この後は一生懸命侍ジャパンを応援しましょうということでお相手は私シャバタバフジと藤本沙羅と咲田優奈と朝倉瑞希でした。バイバーイ、バイバーイ。